こんにちは、コウタロウです。今日はですね、発声 Q&A ということで、明るい声になるコツですね。これについてお話ししていこうと思います。ですね、これ、まあ声自体、喋り声もそうだし、歌声もそうなんですけども、明るい、なんか声暗いねとか言われたりすることって結構多いと思うんですよね。結構よくある悩みでね。悩み。声が暗いとか、まあなんか通らないとか、よく聞き返されるとかですね。まあなんかそういうやつとかですね。聞こえない。なんかね、まあそういう感じですからね。飲み屋とかに行って、すいませんって言うんだけど、全然聞いてくれないみたいなね。なんかそういうのある、ありますよね。で、あとなんかこう、歌ってても、なんかこう、音色が明るい感じのね、こう、なんかすごい明るい曲を歌いたいのに、なんかどうしても暗くなっちゃうみたいなね、そういうのあると思うんですよね。じゃあそれなんでやねんっていう話で、どうしたらいいのっていうのをちょっとこう、ちょっとお話ししていこうかなと思いますね。まず、原因とかはとりあえず置いといてですね、対策ですね。まあ、原因っていうか、原因対策。原因と対策。対策。もういきなり言っちゃいますけども、これね、すげえ簡単なのは、口開ける。これ、すげえ簡単、これ。口がね、閉じてる人が結構多いんですよね。まず何ですかね。例えば、口に、トランペットとかで、こうなんかコーンみたいな、なんか、なんつうのかな。先っちょにスポンと刺してですね、なんかこう、音をマイルドにするっていう機能とかある、やつがあるんですよね。で、ああいうのをやると、なんかこう、少し、こう、ミュートっていうんですけど、なんか、音がなんかこう、ちょっと被ったような、暗くなったような感じの、音がするようになるんですよね。で、あれって出口をちょっと塞いでるから、なんかちょっとこう暗くなった感じになるんですよね。で、例えば、口開けるって言うんですけど、例えば唇の位置で声の、まあ、声質が変わる。これ自分で実験してみればいいですね。唇を、ラッパ口って言ったような唇の、こうなんか、唇を剥き出すみたいな。歯を剥き出しにするみたいな感じで、あーって言った場合と、唇をこうちょっと閉じて、なんかちょっとおちょぼくちみたいな感じにして、あーって言った場合、だと全然変わるんですよね。ラッパ口にした場合と、おちょぼ口にした場合では全然違うんですよ。値段じゃない。声質ですね。これだけでも全然違います。で、だから唇の位置だけでも声質変わるし、例えば唇の位置変えなくても、手をね、口の前に持ってきても変わりますね。あーって言ったまま、あー、なんかわかりますかね？なんかこう、手を唇の前に持ってきてるんですけど、そうすると声変わっちゃうんですよね。で、こういう感じで、遮蔽物があると、なんか遮るものがあると、声が暗くなるんですよ。なので、口開ける。出口を広げる。音の出口。まあ、口開けるっていうのは、要は、音の出口を、開く。広げる。と、明るくなるんですね。これがすごく、一つ、簡単です。すごく。すげえ簡単、これ。ただ、なんすかね、これ、ラッパ口とか、なんすかね、歯剥き出すぐらいまでラッパ口しずしはないんですけど、なんすかね、唇の緊張感を保たなきゃいけないので、結構大変ですね、最初ね。プルプルするんですよね。プルプルする。最初ね。これは、鏡で見るとか、まあ、ビデオで見るとかして、ちょっとこう、練習する必要がありますよね。唇を保つのも筋肉なんで、大変です。で、あと唇の位置と、あと、口ですね。もうそもそも顎。顎を開く。と結構違いますね。開く。要は、歯と、歯の間を
間に隙間を作るっていう話ですね。具体的に言えば。だから口がちゃんと閉じすぎちゃってると、こう歯を例えば歯と歯の間をこう開けて、あーって言った場合と、歯を閉じて、歯と歯を開けた場合と、歯と歯をくっつけた場合ですね。うん。で、喋ると、唇の形がどうのこうのっていうよりは、開けるのと、つけたのでは、なんかもう、こもり具合が全然違うっていうかね、感じなんですよね。なので、要はもう出口を開けましょうって感じですね。そうすると、共鳴腔も広がって、なんですかね。まあ、明るい音色、明るい倍音が入る。んですね。まあ、そんな感じですかね。これがまず、すげえ簡単な話ですね。うん。これだけでも全然違いますね。あとはですね、もう一個あるとしたら、地声。地声を鍛える。ですね。これやると結構違いますよね。地声が鳴らないと、声って暗くなるっていうか、なんか、ふわーっとした感じの声になるんですよね。なんかこう、カラッと明るい音にならないんですよ、やっぱり。地声ってこうやっぱりエネルギーなんで、地声はエネルギー高いんですよね。まあ別に裏声が低いとかじゃないんですけど、なんていうのかな。生命エネルギーっていうか、裏声はね、どっちかっていうとこう精神エネルギーっていうか、なんかまあ、いやこれなんか感覚ですけど、なんかなんですかね。地声はヒットポイントで、裏声はマジックポイントみたいな感じがするんですよね。私的には。なんかこう。ありますよね。なんかドラクエとか、なんか、HP と MP みたいなのありましたよね。あんな感じなんですよね。まあ、それは余談として、地声はやっぱカラッと明るいエネルギーとかを作りやすいんですよね。なので、地声を鍛えると結構違います。で、鍛え方のコツとしては、まあ、喋り声なんですよね。喋り声。を、まあ、から入ると簡単。で、喋り声から入るってどういうことかっていうと、例えばですね、毎日、少し大きな声で喋る。なんだそれはみたいな感じですけど、これ結構大事なんですよね。例えば、ちょっと遠くの人に声をかけるときをイメージするとすごいわかるんですけども、近くの人におーいっていうのと、やっぱちょっと遠くの人におーいっていうのだと、全然声の張り方違うじゃないですか。その張ってるときですね、日常会話で結構声張る瞬間って結構あるんですよ。意外に。だから日常会話で、少し大きな声で喋るとか、少しこう、ちょっと遠くの人に声をかけるときの感覚をつかむとか、実際ですね、なんていうかな。声楽でも、声楽とか歌うときにも、歌うときとかに結構大きい声でパーンと張るときとかって、単純にこういう、ちょっと遠くの人に声をかけてる時の感覚に近いことってすごい多いんですよね。おーいおーいって言ってる時の声と、これにビブラート少しつけて、おーいおーいって言ってるのとあんまり変わらないんですよね。おーいっていう時と、おーいっていう時とあんま変わらないんですよね。なので、ちょっと大きい声で喋るとか、ちょっと遠くの人のに声をかけるときの感覚みたいのから、少し地声を鍛えてあげると、声はカラッと明るくなります。まあ、実際その鍛えていく過程でね、少し喉痛くなったりとかするんですよね。鍛える過程で喉が若干痛くなることはある。まあ、これただの筋肉痛なんで、筋肉痛と同じ。なので、あんま気にしないですね。もう力んでるみたいな感じだとちょっとそれは違いますけども、普通の声のね、喋り声の時ってあんまり力んでないんですよね。だから喋り声でから入ると結構いいのかなと思いますね。なんか歌声だとなんか歌声作るぞみたいな感じで逆に力んじゃう人って結構多いんですけど、
喋り声から入ると結構簡単ですね。まあ、みたいな感じで、地声を鍛えるっていうのを少しやってみるといいんじゃないかなって感じですね。というわけで、今回の明るい声になるコツとしてはですね、まあ、口開ける。これがもう瞬殺でできます、これ。今すぐ、実感できる方法ですね。あとは、地声をこう地味に少しずつ鍛えていくといいんじゃないかなっていう感じですね。まあ、他にもやり方はいろいろありますけども、また、おいおいお話ししていければいいかなと思っております。というわけで、今回の動画は以上になります。ありがとうございました。